ゲストはアユの憧れの人中森明菜がついに登場。世代を代表する2人の歌姫が夢の共演。鍋に日本酒、そしてゲームと2人のテンションはぐんぐんヒートアップ。本当ですか？かつてないノンストップトークが炸裂。二人はどうなってしまうのか。めちゃくちゃ汗かいてきたんですけど。緊張してますけど、お会いできてすっごい嬉しいです。中森明菜さんです。よろしくお願いします。すごい楽しみでした。本当にきっとあゆちゃんより私の方が楽しみにしてます。本当ですか？で毎日毎日ずっとこうやって、だいたいどんなテレビテレビっていうか一日つけてたら必ずあゆちゃんの顔ってどっかで見てるでしょ。ずっと見てると合ってる気になっちゃったりするんだよね。あゆぴがなんか言ってるとか勝手になんかあゆぴです。なんか友達みたいな感覚になっちゃって、でも嬉しい、ね、嬉しいです。ありがとうございます。この番組はですね、毎回ゲストの方にリクエスト聞いて料理をお出しするっていう風にしてるんですよ。で今日明菜さんが海鮮鍋、はい、ということだったので、今回あゆがオーダーしたのは赤坂にある和の創作料理のお店、フォアソン六三郎。明菜さんファンという料理長が用意した今回の特別メニューは、小粒で上品な三陸産の生牡蠣、そして特製味噌だれで煮込んだ牡蠣の土手鍋です。これ生牡蠣ですね。もうこのまま
ちゃっていいってやつですか。はい、この前今日はあの4種類食べ方ありまして、4種類ある。これ説明していただいていいですか。こちらは塩とレモン、あ、ライムですね。あ、シュッといってます。それはこれうちの特製のソースなんですけども、タラゴンの香りを、タラゴンという、タラゴン、はい、最初にタラゴンの香草が入ったあのソースですね。じゃあ牡蠣高いね、ごめんね。すごい頭にくるんだよね、こうのね。いや、わかるの。だってテレビでも頭にくるよね。おいしいおいしいとか言って、あの旅の番組とかやって、ね、いやこれはめったに食べれませんよって、すいませんいただきますって、お前この野郎と思って、何なの、食べたくなった、これこのムカムカ、これどうしてくれた。そうでしょ。ね、面白いんですね、秋野さん。歌ってる時がすごいクールっていうか、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。かっこつけてるだけだ。ね、かっこいいでしょ。そのかっこいいところと、あの歌い終わった時になんかこうふにゃーって笑われるじゃないですか。そのギャップがすごい昔から私は好きですね。それがね、いいんでしょ。でもきっとみんなね、なんちゃってねとかずっとさってる。厚缶も一応用意してあるんですけど、牡蠣に厚缶、超厚でお願いします。超厚、すごい厚いのがいいってことなんですか。はい、 ありがとうございます。すいません、あんちゃんは飲めるんでしたっけ。私は飲んだりします。あ、いや、ごめんなさいね、つい癖でね。美味しそうだな。デジャクザー系なんで、すいませんね、ごめんなさいね。あ、美味しい。あ、美味しい。飲んだら、はい、変わる方。変わらないですね。あの、分からないって言われます、酔っ払っても。あ、じゃあ強いんだよ。顔が赤くなったりとか、こうなんかわーってなったりってよりは、ずっとなんかこうそのまま喋ってて、あ、昨日すごい酔っ払っててあんま覚えてないって言うと、え、酔っ払ってたのって言われちゃう感じです。そうなんだ、でも若さもあるかもしれない。私も昔まるっきりそうだったの。ああ、変わらない感じ。今はね、っていうか年を取るにつれてだんだん弱くなってきちゃう。あ、そうなんですか。うん、で眠くなる。ああ、眠くなります。うん、それはなる。昔はもっと眠くなかった。昔うん、だよね。そうかもしんないです、うん、でもね、あゆちゃんあんまり減ってないんだよ。はい、そんなに減ってないの。私の方が、え、あ、すごい、大丈夫。いや、わかりません。あー、来た。これは何。すごい、この味噌ですね。土手鍋だ。味噌溶かしながらの、もうプルプルの鍵今、私なんかめちゃくちゃ汗かいてきたんだけど、笑ってすぎなのかな。私ね、また好物なのがね、このわさびが好きなのよ。え、それそんなにいくんですか。ここまではいかないけど、こんくらい。本当ですか。あ、でね、違うの、私いつもこうやってやってたの、ね、からしとかも結構同じようにつけるの、あのおでんとかいただくとかね、でね、どのテレビとか忘れちゃったけど、ツンときて涙がギュッときてっていうのあるでしょ。はいはい、あります、あります。これね、肌がすっごく綺麗になるんだって。そうなんですか。なんとか細胞のなんとかかんとか牛どういう大事点とかですかね、みたいな。あ、何も辛くない。あのね、知ってるかな、みんな、あのほら、はい、お大根の辛いの知ってる。はい、わかります。あのお蕎麦とかで辛味大根とか、ありますね、辛味大根ぐらいの辛味。
はい、あでも大根の辛いのも結構辛いね。辛いですよ。そうだね。あじゃあ辛くない。こっちの方が辛くないんですね。うん。待って待って、ここでチャンネルつけないとびっくりします。おいしい。今日はアキナさんの VTR を作ったから、私も見たいんだけど、すごい見たいね。いいですか、じゃあ、はい、VTR どうぞ。中森明菜ディスコグラフィー。1982年、伝説のアイドルがデビューした中森明菜。デビュー当時のキャッチフレーズはちょっとエッチなミルキーっ子。そして中森明菜の魅力は歌唱力だけではなく、ダンスとコスチュームの華麗さ。歌姫として多くのファンを魅了した。そしてミ・アモーレ、1985年レコード大賞を獲得。その翌年デザイアーでもレコード大賞を獲得。女性アーティスト初、2年連続受賞者となる。これとし、全曲中森明菜本人で選出したセルフカバーアルバムで話題を呼ぶ。あのジャケットすごいですよね。ジャケットいっぱいあるね。このなんていうんですか、この辺の時代にこういう斬新なことっていうか、うん、する人っていなかった気がする。なんか私は幼かったけど、なんかそういう、なんていうの、新しいというか、いつもこう衝撃的っていうか、そういうビジュアルがなんかすごい印象に残ってます。なんかお芝居みたいじゃない、あの明菜さんが歌ってる時って、私が好きなのはなんか一人でこう起承転結があるっていうか、それがねすっごい素敵だなと思って。よかった、やってきて。なんかさっき出てましたけど、キャッチフレーズがあったんですよね。ちょっとエッチなミルキッコっていう。笑ったでしょみんな。決まって最初初めて会ってよろしくお願いしますって言った瞬間に、明菜さんってエッチなんですか。最初ですね、エッチなんですか、違いますよあれはねとかって言ってたけど、あんまりにもみんなも来る人来る人がエッチなんですか、エッチかエッチかエッチかエッチ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 と思って、エッチじゃん、いやもうエッチですよ。もうこれはスタッフの方が、なんだろう、勝手にっていうか、あの明菜さんがじゃなくてつけられたって感じなんですか。そうみたい。全然私がいないと、あもう知らないところで、うん、で私がやっぱりそうやって取材行って、そうやって聞かれると、だん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 こうもう嫌になるから追求するでしょ、マネージャーさんとか、あの事務所の人たち、どうしてこういうキャッチフレーズになったんですか、どう私をいじめるためですかみたいな。ずっと説明してくれるのが、そのエッチっていうのがこう、うん、大人っぽいとかなんとかっていうのを、なんかこう長々しくなっちゃうから、そのなんかこうちょっとセクシーさを持ってるような感じをエッチっていう言葉で表せられたらいいかなと。それでルーキーって、野球でそのルーキールーキーっていうのがその時代流行ったらしくて、でそれにかけてちょっとエッチでだけどニューでこう出てきたルーキーっ子よって、こう ルーキーでまだでも子供なのよっていうのでルーキーっ子ってミルキーっ子ってしたって、私に切々と説明するんだけど、だったらそれをそのまま私にエッチなのって言う前の人たちに全部言ってくれる。その大人っぽいっていうか、そういう感じはなんか分かりますよね。あのね、大
田っぽいっていうか、あの暗かったのね。そうなんですか。私暗かったの。私も暗いですよ。もっと暗かったの。あのでも多分ね、あゆお笑いやるようになってからだと思う。お笑い？全員集合とか、ああいうので全部コントをやるでしょ。あで、あこういうことすれば笑ってくれんだ、あこうやればウケんだって思うと一生懸命やるので、だんだん明るくなってきて。あそうなんですか、うん、ちょっと失礼します。あゆクッキーさんクッキーさん、恒例のあゆクッキータイム。ゲストがカゴの中に入っている質問入りクッキーを一つピックアップ。その中から出てきた質問にはどんな内容でも答えていただきます。選んでいただいていいですか。はい、これでちょっと、はい、はい、すいません。できることなら会いたくない、今一番怖い人は誰？なんならピーとかガーとか会いたくないわ。でもあれですよね、怖い、うん、怖い人は怖い人だけど、怖いのはやっぱアッコさん。そうですよね。私もこう見た時にもアッコさんって思っちゃったでもこの間アッコさんにお会いしたばっかりなんで、会いたくないことはないですよね。お会いすれば、うん、ものすごいパワフル楽しいんですけど、怖いのは怖いですよね、やっぱり。何が怖いんでしょうね。でもアッコさん迫力があるのかな、なんか。いや怖がらせるもん脅すの脅されてなかった。私はいや、でもお前曲作れよでしょ、脅迫でしょそれだけでこの答えはアッコさんでいいんですかね会いたくないことはないですけど、それはないです。アッコさん、この番組はパナソニックライオンの提供でお送りします。アキラさん、ゲームセンターにあんま行ったことがないって。ゲームセンターはないですよ、行けないですよね。で今日ちょっとそのゲームセンターの今一番人気があるゲームをなんかアキラさんにやって、でも絶対私本当にバカみたいだからできないと思う。私もやったことないんですけど、今日はそのだからゲームの達人と一緒に来てもらいました。ゲームの達人とかいらっしゃるんですか、はい、すごい。よっちゃんじゃん。というわけで2人はアーユーレディ特設ゲームコーナーへ。今回2人が挑戦するのは太鼓の達人3。出てくるマークに合わせリズムよく太鼓を叩き点数を競い合うゲーム。まずはゲームオタクのよっちゃんとゲームの達人が初めてという2人にお手本を見せる。ドンはいドンドンドンはいドン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 。曲全然聞こえない。ドンドンドンというだけのこんな説明で本当に2人は分かったのか、ちょっと不安だが、とりあえずゲームスタート。はい、2人は数ある曲の中からユナイトをセレクト。あ、始まるじゃん。でかいな。こんなアレンジありかな。初めてにしてはなかなか出足快調な2人。太鼓の歌姫だが、問題はここから。you
よ。難しいよ。全然ダメだ私。うまく叩ければ叩けるほど点数は高くなる。私でもこれ自分の曲でめちゃめちゃ負けてたよね。これすごいしびれてるね。じゃあ手がなんか真っ赤ですけど私。はい。どまだ下がりました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。でしたけども、やっぱり緊張しましたね。今までで一番緊張したかもしれないですね。アーティストとしてももちろんですけど、一人の人間として、女性として本当になんか素晴らしい方なんだなって思って、なんかそういうことをね、私はすごい近くで見ることができて、知ることができて、良かったなと思って感謝しています。来週も頑張ります。みんなありがとね。この番組はパナソニック、ライオンの提供でお送りしました。あゆちゃんが食べるのを見させてもらって、お前が分ければいいんだよと思ってるでしょ。ダメだ、私野心だもん。